ベノムはイングランド出身のスリーピース、ヘビーメタルバンド。1980年代のノイズ部向きに台頭したグループの一つ。エクストリームメタルの分野において、その音楽性、世界観の基礎を作り上げた思想的な存在として知られる。1981年にファーストアルバム、ウェルカムツーヘルを地元入滑するのニートレコードから発表。1985年には、 ポゼストを発表し、1987年には来日公演を果たす。来日直前にマンタスが脱退、マイカスジム、クレアの加入でツインギターとなる。その後クロノスが脱退し、アルバーンズ、デモリッション漫画ン加入。1997年のキャストインストーム発表時には結成当時のラインナップの再結成を果たすが、2000年にはアバドンが脱退し、 アントンが加入。2005年にはマンタスが脱退、マイカスが復帰する。2007年初頭にマイカスが再び脱退。2009年にはアントンに代わり、ダンテが加入した。現在もバンドは活動を続けている。フランスクリソン公演特徴としてよく挙げられるのは状態の良くない録音。 かなり立てるボーカルや特に初期の荒削りな演奏が恐怖感をかき立てるホラー的な音楽性で恐怖を全面に押し出したイメージやダークな世界観などで音楽的には同世代のモーターヘッドと比較された。ノイスブーム系バンドでも異色と評されその音楽性は後のスピードメタル、スラッシュメタル、ブラックメタルなどを包括するエクストリームメタルの原点になった。しかし 演奏技術の向上やメンバーチェンジを経て、初期のような個性は徐々に薄れていき、バンドの人気は低迷の一途をたどってしまう。歌詞の中には、サタニズム、地獄、ハンキリストなど、一般的に不道徳とされる言葉が並び、これらのテーマは様々なメタルバンドに影響を与えたが、ベノムの歌詞はあまりシリアスな雰囲気やグロテスクな感じを与えるものではない。 またジャンル名のブラックメタルは彼らのセカンドアルバムにちなんでいる。2020年5月時点でのムインクはイングランド出身のスリーピースヘビーメタルバンド。創設メンバーの折り合いが悪い時期があり、時代によって集合離散を繰り返し、オリジナルラインナップはあまり長続きしなくなった。クロノスやマンタスは離脱した時期にそれぞれソロやリーダーバンドを結成し、 独自にベノムを継承した活動をしたこともある。2015年には創設メンバーマンタスとアバドンに旧メンバーとニー・ドーランが合流してベノム・インクを結成し同年に来日公演を実現した。2017年ファーストアルバムアブをリリース。その後アバドンは降板してしまったが新メンバーが加入して活動を継続している。 2020年5月時点現ラインナップ級メンバースタジオアルバムありがとうございます。